何ぼーっとしてんの？トーマ。大丈夫か？今病院に向かってるから。あれ、どうしてトーマが。最近具合が悪かったりしましたか？持病の類は。それはなかったと思います。昨日も元気にバイトしてたみたいですし。貧血かな。ご家族と同居ですか？いえ、一人で暮らしています。そうですか。とりあえず検査入院をしていただこうかと思いますが。入院。わかりました。検査の結果は明日出るって。あの保険証はお持ちじゃないですよね？ああ、俺が明日持ってきます。じゃあ俺行くよ。もし何かあったら電話して。私の携帯。お前の壊れちゃったみたいでさ。呼んだらすぐに来るから。そんなに心配しなくても、ナースコールがありますから大丈夫ですよ。まあそうなんですけど、心配で。それじゃあ明日。もしかしてトーマが。まだ 2,3 日は安静にしてた方がいいって。でも退院できてホッとしたよ。着いたよ。先上がってて。俺は郵便物持っていくから。お疲れさん。そうそう、これお前の携帯。壊れたって言っただろ。代わりの用意したから使って。データ入れといた。でも。気にしないでいいよ。にしてもお前の声、今日会ってから初めてちゃんと聞いたよ。ずいぶんおとなしいんだな。やっぱりまだ本調子じゃないから。そんなことないです。なんで敬語。気持ち悪いから普通に喋ってよ。倒れたショックで多少記憶の混濁があるかもとは聞いてたけど、そんな状態じゃないよな。
本当のところはどうなの？そのちょっと曖昧で。曖昧？おいおい嘘だろ。ボケっとしてるとは思ってたけど、だったらまだ病院にいた方が良かったんじゃないか。あ、それは大丈夫。多分。まあ検査の結果は問題なかったんだし、しばらく様子を見ようか。そうだ、コーヒーもらっていい？キッチン勝手に使うよ。お前も飲むだろ。砂糖多めに入れといたよ。ありがとう。いちいちお礼言わなくていいから。夕食だけど、その状態で外食とかきついだろ。何か買ってくるよ。冷蔵庫空っぽだったしな。ありがとう。じゃあおとなしくしてて。やっぱり白紙。あ、日記？鍵は？もしかしてメイドの羊ってことかな。あ、一輝さんと裏路地16時。一輝さん、あ、ここにも。あ、何してんの？予定とか見てて。そうか、よし、パスタ作るぞ。え？パスタなら任せろよ。ぶっちゃけメイドの羊のより断然自信ある。美味しそう。そうって本当美味しいから、ほら食べてみて。な、サラダも食べなさいよ。栄養取らないと。じゃあそろそろ俺帰るから。不安なこともあるだろうけど、明日また様子見に来るよ。あの、今日は本当にありがとう。だからそういうのはいいんだって。じゃあ。トーマがいてくれて助かったな。今日はないのか。おはよう。早起きなんだな。おはよう。俺は夜中に電話が鳴るんじゃないかとドキドキしてたけど、大丈夫だった？うん、気がついたら寝てたから。なんか変わったことは？特にはないけど。やっぱ今日は大丈夫だったのか。よかった。調子がいいんだったらちょっと散歩でもする？あの、裏路地ってどこかわかる？裏路地？なんであそこに行きたいんだ？まあいいや、裏路地って多分あそこだよな。一緒に行ってくれる？当たり前だろ。お前が行きたいなら連れて行くよ。雨上がってよかった。つか今日は結構暑いよな。うん。さっきからあまり話さないな。そうかな。お前のこと黙ってりゃ可愛いってよくからかってたけど、実際そうなるとちょっと困るな。お前が裏路地って呼んでた場所はここしかないけど、よく来てたんじゃないの？
思い入れがある場所みたいだったし。え？トーマ、私のことよく知ってるんだね。あの、私、トーマと付き合ってるんだよね。ああ、そうだよ。やっと起きたか。ずいぶん疲れてたみたいだね。昨日はちょっと暑かったしな。それともまだ具合悪いのか。ううん、そんなことないけど。お前、昨日のこと覚えてる？確か裏路地へ行って。そう、あれから具合が悪くなって、それから今までほとんど丸一日眠ってたんだよ。とりあえず自宅で休ませて、急変したら即救急車だなって決めて、一晩中ここで見張ってたんだ。何でもなさそうでよかった。ごめん、10分だけ眠らせて。もう限界、さすがに疲れた。じゃあまた明日。ここに何が詰まってるんだろう。ほら、早く。店長？あれ、ここだ。お、びっくりさせないでくださいよ。この店から飛び立っていったはずの君が古巣に帰ってきたわけはなんだね。いきなりで悪いんですが、こいつしばらくバイトを休ませてもらいたいんです。わかった。そういうことなら私も彼女の回復を優先したいと思う。ゆっくり休んでくれていい。どうも、助かります。どうぞ、ごゆっくり。体調悪いんだって？大丈夫？はい、なんとか。1日の計画うまくいった？詳しい報告はまた裏路地で聞かせて。こんにちは、イキさん。こいつしばらく休ませることにしたんで。そう、早く良くなるといいね。はい、行くぞ。うん、じゃあ。バイト休むってことを勝手に決めちゃってごめんな。でもまだ本調子じゃないだろ。無理しない方がいいと思って。うん、あの、イッキさん。ここにいろ。誰かが私を。ごめん、見失った。おい、大丈夫か？今日は俺の家に来たら。ここに来るの初めてだったよな。実家にはしょっちゅう来てたけどさ。ごめんな、強引に連れてきて。さすがに心配でさ。うん、適当にくつろいでて。俺はちょっとパソコンいじってるから。うん、あ、その辺の本とかゲームとか勝手に漁ってていいからな。やっぱり幼なじみなんだ。この頃からずっと変わらないのかな。
何見てるのかと思ったら懐かしいな。ちょっと資料取りに大学に行ってくる。ついでに買い物とか行けるけど、何か欲しいものある？特にはないけど。そう、じゃあおとなしく待ってろよな。さすがにトーマには頼めないものもあるし、心配かけないように急いで戻れば。やあ。あ、また会ったね。あなたは？悩まなくていいよ。君が俺のこと知らないのは無理ないからね。にしても俺って不審者だよね。ところで君は今トーマと付き合っているのかな？どうやらそうみたいだね。幸せそうで何よりだよ。残念だな。お前は殺されるんだよ。あとわずかな命だ。せいぜい楽しめ。どういうこと？わかってないのか、哀れだな。おい、この待て。大丈夫か？なんで外へ出たんだ。危ないって言ったのに。買い物に。だったら俺に言えばいいだろう。ごめんなさい。謝らなくてもいいよ。怖かったよな。でももう大丈夫だから。じゃあ全然知らないやつなのか。あいつ何者なんだ。疲れただろ。今日のところはもう寝なさい。うん。それと出かけたい時には必ず俺に言って。一人じゃ危ないから。うん。お前は殺されるんだよ。よかった、トーマがいてくれて。一人で寝られない。これでいい。お前一人がダメだから。トーマ。ごめん、寝ぼけた。保育園の頃のお昼寝の夢見てた。いつもお前一人で寝られなくて俺のところへ来てたから。てかお前も嫌がりなさいよ。素直に抱かれてることもなかろうに。あのあったかいなお前。だから俺も男だから保証できないよ。はい、終わり。離れて。よし、今日は買い物に行こう。2、3日でお前を家に帰せるって思ってたけど、植木鉢の件や昨日の変な男のことを考えるとしばらくうちにいた方がいいと思うんだけど、どう？
そうしてもらえると助かるかも。日用雑貨とかお泊まりセットとか買いに行くぞ。ここは俺は店の前で待ってる方がいいよな。そうだね。そっちの人彼氏さんでしょ。入って入って。一緒に選んだら。え、あ、いや俺は今の売れ線はこっち。お、あ、でも彼女さんこういう店ぶら系のも似合いそう。いやだからそういうのは。こっちのリッチな小悪魔系路線もありですよ。セクシーで。あ、早く選べよ。試着します。試着。いろいろ衝撃だった。タグ、お前も自覚なさすぎじゃない？一緒に住んでるんじゃなきゃいくらでも選んでやるけどさ、下着とか嫌おうなしに頭に残るでしょうが。ごめんなさい。まあいいや。にしても日頃こんなに買い物とかしたことないから疲れたな。ごめんね、付き合わせて。なんで？俺から言い出したことだし。何か飲み物買ってくるね。あ、頼むわ。二人でゆっくり話せるタイミングが全くないでしょ。君が危険な目に遭ってて心配で仕方ないのに。ってことで今日は僕この場を借りて今まで以上に語っちゃうよ。何から話そうかな。